さあ3号艇の石野選手、笑顔でピットに戻ってきております。12エースのドリームを勝ちました。レース前にはタイムもかなり、ね、出ていた石野選手ですけれども、ここドリーム戦は3コースから一周の1マーク攻めていっての勝利となりました。道中ではインから残した瓜生選手とのトップ争いもあったんですが、2周の1マークで先前してからリードを広げていきました石野貴之選手。ここ福岡、昨年の春に行われました SG ボートレースクラシックで優勝を飾っておりまして、約1年半ぶりの登場、ドリームからの出場となりまして、見事3コース赤の勝負服での1着ゴールということになりました。2着には1号艇の瓜生正義選手、そして3着には4号艇篠崎元選手が入っております。石野選手笑顔がはじけております。一緒に走った1号艇瓜生選手と会話を交わしている様子ご覧いただいております。この後インタビューでどんなコメントが出てくるんでしょうか。初日の12レースチャンピオンドリームを勝ちました石野貴之選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。勝ちました石野選手にはペラボーのぬいぐるみのプレゼント。はい、ありがとうございます。息がもう上がりまくってますね。はい、地元のせい、はい、ジャスティスが追っかけていてたんでしかし地元の大エースを倒しました。いや、良かったですね。はい、それではレースを振り返ります。進入は枠成3対3、石野選手は3コースいいスタートいけましたか。ちょっと早いと思って、はい、ちょっとアジャストしたんですけど、はいはい、スリットのその雰囲気というのはどうだったんでしょうか。みんな変わらないかなと思います。はい、そしてこの1マークは上を攻めていきますが、ちょっと瓜生さんこっち来たら見えたんですけど、はい、まあ刺しても刺さらんかなと思ってまくったなと思いきや、ちょっと瓜生選手もまあちょっと水面の分ちょっと恐る恐る行ってるんで、はい、しっかり船が蹴れてないですね。はい、ここでまあトップ争いになるんですが、そしてこの2マークですよね。そうですね、ちょっと漏れたのが分かったので、はい、じゃあ石野選手はこの2マークはしっかり入れた感じはあったんですか。足的にもしっかりしてますし、はい、いいと思います。前傾もらって今日もプロペラ調整されてましたが、じゃあ船足としてはどんな評価になりますか。はい、そうですね、まあ、タイムも出てますし、はい、もうちょっとタイム出したいんですけど、あ、はい、まあ、いいところに空いてると思います。うん、結果的にウル選手振り切ってこのドリーム戦の勝利となりました。はい、それではですね、明日に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、一節間精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いします。明日も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。